がて二人は年老いてゆく。きっと喧嘩も時にはするよ。そんな夜は手を差し伸べて、ずっと静かにあなた待つから。今日の角でに、そっとあなたの手握りしめた。私の右手、あれがなかったら延期しとったかもね。まだ先の話になっちゃったかもしれない、まあいいタイミングで言われた気分やけど、言った気分かな。思ったよりか短く感じたかな、1時間ぐらいかなと思って、そうやね、2時間半もやってた感じはなかったです、まあ楽しくやれたと思います、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。育ててくれて、見守ってくれて、本当にありがとう、お父さん。心からのありがとうが伝わるウェディング、ラビータ。